そしてこんにちは、美少年です。そしてですね、今回ジャニーズジュニアチャンネル初登場のどうもなにわ男子ちょっと後ろに長尾くんが。そうなんですよ、僕弟分でちょっとやらせてもらってるんで。初めてあのこうやって3グループでお仕事させていただくってわけですけど、はい、どうなんですか、はい、皆さん関係性っていうのは。よく仲良くさせていただいてます。あの先輩後輩として誰と仲良いんですか。西厚くんとかミッチーとか京平とか長尾ちゃんとか大西くんとか。言うたらいいやん。名前出てきてない。いや、名前出てけへんのはいいけどさ、これに関しては触れられてへんのよ。大将、あの人分かる？あの人。まず大橋くんじゃないですか。分かるんかいよ。大橋くんは分かったの？藤原ルイシロ。あ、知ってんの？そこ間違えるとかやん。知らなくても佐藤とか言っとくねん、そういう人。僕、ミッチと仲いいですよ。ご飯行ったりしてます。はい、連れてもらってます。山田君教官。そう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 。あの、いろんな会話するんですか。ミッチーとこんな会話するんだよ。ミッチーとご飯行ってもね、意外と喋んないんだよね。付き合いでてのカップルみたいな感じ。そういう感じ。初々しい。緊張しちゃってってことですか。いや、な、まあだんだん緊張取れてきましたよ。そう、そうですね。全然前前。久しぶりだ。久しぶりだ。久しぶりだろよ。兄弟いるよね、あれ。いや、兄弟って言うなよ。兄弟じゃねえ。兄弟だ。兄弟。兄弟だ。兄弟だ。入って出てくるじゃねえ。高橋ね。高橋。一緒やね。高橋海人君と。同い年だし。3人で。同い年で。あ、同い年なんや。同い年。へぇー。同い年で。まあ、それこそ食事とか行ったり。行ったりね。で、あと、まあ、結構ね。それこそ、もう全員20歳になってからまだ行けてないんで。お、ぜひ。行きましょうね。今探ってる段階ですけども、はい、けどあのナルシストと俺一緒にされるの本当に嫌です。あとはどこですか、仲いいの。バリさんとかめちゃくちゃええ子やなって俺昨日思ったよ。え、どう昨日ですね。昨日現場かぶっててアジュアスみたいな感じかなあ、思ってたら、いや、いきなりだね。俺メイクしてたら、あ、すいません、あのジュジュロ君明日よろしくお願いいたします。営業も、営業もや、営業もマーケティングに支障が出る。ほら、もうポケット突っ込んでるけど、俺の時はもう行くしたら無理してちょっとこう、そういうキャラを演じてんのかなと思って、だんだん胸が、ね、苦しくなってきた。始まったばっかっすよ。さあ、ということで、はい、今日はですね、はい、こちらのデコルというアプリを使ってね、企画を進めていきたいなと思うんですけど、デコルってどういうアプリなのっていうのをちょっと佐久間くんに説明してもらおう。はい、デコルはですね、カレンダー機能はもちろんのこと、まあ、それに追加して僕たち、HiHiJets 美少年、なにわ男子の、3グループの、ステッキがあのたくさん詰め込まれているアプリになっています。あのオリジナリティをね、出せるアプリになっております。一回止めますね、うん、はい、これそれ皆さんちょっと思ったと思うんですけど、ちょっと長いなと思った長いなと思ったんでしょうけど、安心してください、ちゃんと全部文字に出てますから。おそしてですね、うん、今回の企画はですね、アプリの中にあるキャンバスという機能を使ってですね、うん、理想の休日を作ろうと。はい、おまあ、もう皆さんね、各々がね、考えてきていただいたと思います。わかりましたよ。やっててどうでした。楽しい。楽しかった。楽しかった。もう集中しちゃって長い時間やっちゃいましたね。わかる。あ、ずっとね。どんぐらいかかりました。俺やっててわからなかったっけ。俺結構時間かかった。どんぐらいかかった。1時間ぐらいかかったんじゃない。結構な対策作っちゃったんですよ。いや、すごいよ。めっちゃハードル上げてるけど、今後やめた方がよかった。でも楽しみよ。全員が発表後に理想の休日 MVP を出しました。これは選ばれたいね。まあ、本当に自分の以外で投票していただく。はい、はい、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは一人目の休日はこちら。おわおえおなだし結成日。結成日。結成日。メンバーのみんな。ごちそうさまでしたって書いてあるから。あ、ってことは。ではないってこと。そうです。そうですね。わからんやん。わからんやん。違う。お前
脂肪を書いたのは誰でしょう。はい、おなんて言うんでしょうね、何がいいかなと思って、やっぱ結成日に休日っていいなんか日になりそうだなと思って、そうだよね、これにしましたね。これは誰なの、ごちそうさまは誰に対して言ってるの。僕それ今年の決まるわけやから、やばい、やばい、今年の誰かに払ってもらうっていう、そういうことですか。今年の10月6日の我々の焼肉会のおごりがもう今決まります。なるほど、だから今から半年後ぐらいですね。一言言った時でこんなんなんですよ。はい、ジョー君で。よっしゃー、ごちそうさまです。俺だけじゃ無理やって。一人だけ助っ人くれ、ナス君。ちょっと気抜いてるな、思って。いや、大丈夫、ナス君頭いいから。頭いいから。わかりました、じゃあこの日にね、行きますわ。その時 YouTube ついてきてくれます。やべ、仕事にしようとしやがる。バカやろ、お前。なんでプライベートで自分で飯送らないの。ちゃんと回してね。マジやね。みんな座ってください。ジョー君のおごり決まりました。続いてはこちら。美少年くん大好きだから。あ、そうなの。で、美少年も含まれてるんでね。じゃあ、これは誰でしょうか。バレバレやん。あ、そうか。ちょっと愛が溢れちゃって。いや、石畑くんから誘われたの。いや、この日になれば多分誘ってくれるって思って。あ、いつ24やん。今日やん。今日やん。今日やん。夏休みやん。今日やん。この後でちょっと誘ってくれるのかなと思って。マジ。じゃあ、ほなカフェ行かへん。チコルメンバー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 。全員でご飯食べてる。しかも日数はこの日にちは3月25日。一番現実的なところ出てきた。本当に期待の先生がありました。これは誰でしょう。はい。おー。やすげえ。ピッチョだからね、難しいのよ、この。なかなかね、どうしたらいいのかわかんないからね。でも本当にやりたいことにしました。みんなで行ったことないなと思ったんで。確かに、確かに、なかなか設定もないんで、行きたいなと思ってこれにしました。いい、みずくん、その時はいっぱい喋りましょうね。どんどん緊張しちゃうよね。はい、やった。いや、YouTube ついてきますよ。YouTube さあ、続いてはこちら。はい、おおおおお、写真ある。いいね。え、かわいい、かわいい。クリクリクリ。大橋くんの手作りサンドイッチ絶対分厚いよ。偏見、偏見。あれ、なんなん、左下の。左下すごい、見ました皆さん。左下のあれ、何、ボーリンゲみたいな。めちゃくちゃ気持ち悪いよ。これ恥ずかしいですよ、言う人。感想聞いてもみんな、うーんって言う。反応棒人間もしっかりスティッキーとかね、使えてるから。使ってますね。でもなんか、ハッシュタグとかつけたりとか。ハッシュタグ今っぽいもんね。今っぽいもんね。急にフォローしてる。急に、急に、急に。ちょっと早い。まだ触れない。分かる、分かる。石畑君、ちょっと滑ってます。これはね、滑ってるどころか大滑りでございます。大滑りでございます。やめろ。
あの左下がなければすごいよ。すごい写真、ね、すごいなんか可愛らしい、はい、ですけど、あの左下がマジで、あのごめん、気持ち悪いこんな感じで自分のアレンジもできるよっていうのをね、表現してみました。誰なんですかね、もしかしたら。行きたいなって思いも込めつつ、写真もちょっとフレームを使って可愛く加工してみました。え、あの左下は？え、そこまではいいのよ。その左下は可愛らしい。あれは誰ですか？あれ、これはもうキャラクター、自分自身が作ったキャラクター。あー、なるほど。そして皆さんも作れるよみたいなね。名前なんですか？デコリン。オースデリーでございます。3周年の方ですよね。それはすごい。やっぱり自分が発見しましたみたいな。ジョークとかではないから、まあ、こう美少年のね、方たち。そういうの、これ僕です、僕です。お芝居を作ったら僕です。入所ちょうどもうちょっとで3周年になるので、あのまあ美少年のみんなのスタンプとちょっとプライベートの写真載っけたりして、いいね、デコってみました。いや、めっちゃいいよこれ。左下はこれ3年前ぐらいに、あのシアタークリアのコンサートの終わりに、そこの下にある寿司屋でザニーさんとかのご飯を食べた時の写真。女性がするときにこう写真と絡めて、スティッキーも絡めてっていうのは、こういうのが多い。そうですね、素晴らしいね。ありがとうございます。3年前の写真使えたってことは、スティッキー以外でも自分の写真が使えたり。そうそうです、そうです、ね、これいいですか？これいい、素晴らしい写真。さあ、今6人目ですね。やばい、やばい、行きたいと思います。続いてはこちら。ダン、あれ、わ、リュウちゃん、え、あれ、今日は僕の誕生日。みんなもちろん知ってるよね。僕の一日をみんなに朝から晩まで祝ってもらうんだ。おかしいおかしい。え、さっき、え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 、さっき、なんか、これ僕作りました。これ僕作りました。え、違う違う違う、え、これ初登場で、これはほんまに言えない。私、逆にこれはこれで恥ずかしい。誰がこれで、これ誰やろね、誰だ。これちなみに俺が作りました。誕生日とかも祝える。それいいね。ああ、やりたい方はね、皆さん想像してちょっとやりましょう。いいですね。そんなみたいな。素晴らしい。愛が溢れてましたね。素晴らしいね。一つになる。さあ、続いてはこちら。夏だ。サマーバケーション。サマーバケーション。サマーバケーション。美少年多いですね。多いじゃん。ほんまや。いいね。僕作りました。かわいい。かわいい。サマーバケーション2020スペシャルデーっていう感じですね。かわいい。かわいい。かわいい。はい、美少年メンバーで来たいな。そうですね、美少年メンバーで、ちょうどこれが7月23日が海の日らしいんですけど、その日に海で泳いだりとか、あとサーフィンやったことないんで、やってみたいなって。いいね。バーベキュー、バーベキューかまして、かまして、かまして、もう夜になんか絶景とか星を見たいですね。あー、いいですね。一日のプランはちょっと素晴らしい。素晴らしい。すごいよ。もう他の人いらん。えー、かまして。なんか綺麗な感じがしますね。いいと思いますね。一日が詰まってる感じがして、素晴らしい。さあ、それでは次に行きましょう。続いてはこちらです。え、なんか誰、誰、めっちゃ写真がついてる。え、読めない、読めない。ジョークじゃないです。本日独占先行公開、藤原丈一郎ファースト写真集、過去自殺。ちょっと待って、俺ちゃう。
え、ジョージロ君にしろよ、こんな。いや、俺じゃないし。こんな、こんなキメキメの写真撮れないでしょ。いや、君でこの3枚選ばんやろ。そうね、確かに確かに。それ売れないもん。でもこの写真は絶対正解。何ですか？後でどうせ謝りに。写真集をプレゼントしようと、まあ、それを今回 YouTube でね独占先行公開を。あ、なるほど、なるほど。写真いただきました。写真ちなみに撮れたのその情報知ってたんで、初耳です。はい、もうね、先に言っちゃったね。ではこちらです。あ、すごい、すごい、綺麗、カラフル。あ、いいね。あ、また美少年多いよ。あら、美少年いっぱいいる。ジャビン、めちゃめちゃデコってる。うん、ねー、こんなのかっこいいね。キラキラしてるね。カダブル美少年も撮った。はい、はい、ごめん。おーちゃん、パン君じゃないんだ。僕も1時間ぐらいかかりました、これ。おー、どこがこだわりのポイント？あの、桜ですね。え、あの、桜の、桜の、綺麗ね、綺麗ね。桜が何種類もあって、なんか詰め合わせて、すごいね。ちょっと女の子っぽいですね。すごい、めっちゃいいね。いいですよ。僕は1時間かかったと、はい、いうことですね。素晴らしい。いや、美少年が全部あの綺麗なところ回収していってくれました。いや、危ない思うよ、ちょっと。安心ですね。ありがとう、安心です。僕たちも伸び伸びやります。お願いします。それでは行きたいと思います。続いてはこちら。あれ、なんて書いてるの？最年長であり芸歴16年の重鎮、重鎮が見せるゴリ徳と美よ。いや、やばいって。シンプルやばい。ジャニーズワールドの東山さんです。どう？いや、やっちゃった。これ使われてるのはわかりますけど、自分でやるのはやめてください。なんで言ってんの？違いですよ。今回も僕じゃありません。誰ですかこれ？僕です。うわー、大悟じゃない。今3月ってなってますけど、下見ていただいて分かる通り2020年中予定をしてました。なるほど、はい、そうだよね。はい、そうだよね。あの、作演出構成は J 藤原さんです。 J 藤原さんで、先ほどね、あの、ね、話題にも出てましたけど、別にパクったわけじゃなくて、全然僕はもう自分のインスピレーションで。懐が深いですね。ありがとうございます。まだジョイジョイ出てきてませんから。それ出てきてるんだよ。もうジョイジョイから2、3回出たんじゃないかって。ベッドに行きます。毎日買った服を記念に。すごいわ、すごいわ、すごい。でも考え方がやっぱ一番綺麗な使い方。綺麗よ。買った誰の？誰もそんなお釈持ったり。